セントローレンス川ローマのラウレンティウスは、キリスト教の聖人である。カトリック教会、聖教会、聖公会、ルーテル教会すべてで数形される聖人で、ローマとロッテルダム、スリランカ、カナダの守護聖人。やけど、火災、熱病から守ってくれる保護者であり、また、菓子製造人、料理人、栄養士、メイド、宿の管理人、肉やワインビール醸造者。 図書館員、兵器製造者、ガラス工、ステンドグラス製造者、コメディアン、学生などの守護聖人でもある。ラウレンティウスとはもともと、月経観をいただいたという意味である。ラウレンティウスは、225年、スペインのウエスカで生まれ、信仰深い両親のもとで育った。当時スペインは、キリスト教がまだ禁じられていた、ウアレリアヌスミカドの知性であった。 ラウレンティウスは弁学の後、ローマ七女祭の主席に挙げられ、ローマ教皇シクステュス二世の執事として、教会財産の管理と、貧しい人々への施しを担当していた。258年のある日、皇帝により、教皇とラウレンティウス以外の執事が逮捕された。教皇はラウレンティウスに、すぐに財産を処分して、 貧しい人々に施すことを命じ、ラウレンティウス自身も次期逮捕されるであろうと告げる。そして8月6日、教皇は斬首の刑に処せられた。ほどなくして、ラウレンティウスも逮捕され、教会財産を渡すように言われたが、8月10日に、困窮している人々、体の不自由な人々を連れてきて、彼らこそ、教会の財産であると主張した。殉教の際、 彼は生きながら熱した、鉄格子の上で火炙りにされたが、数分の後に、兵士に向かって、こちら側は焼けたから、もうひっくり返してもよい、と伝えたと言われ、また、その殉教の様に感銘した多くの人々が、回収したとも言われる。ラウレンティウスの墓の上には、サンロレンツォ・フオーリレ・ムーラ大聖堂が建立されている。ローマ・カトリック教会では、 聖ラウレンチを除祭殉教者、日本ハリストス聖教会では、聖地名者ラウレンティ日本聖公会では、殉教者執事ローレンスと表記される。カナダ、ケベック州のセントローレンス川の名前の由来は、1534年8月10日に、フランス人の探検家、ジャック・カルティエが、初めてこの川の流域に入ったのにちなんでと言われる。ありがとうございます。